ありがとな、しばらくだけ一人で泣かせてくれ。はい、失礼します。やっぱり家具でしかないのか。本当に女心のわからぬやつよ。ああいう時は黙ってそばにいるのが正解だ。だから故に貴様は家具なのよ。貴様。女の傷つけ方は三つある。特別にわらわが教えてやろう。一つは刃物で傷つける、一つは心で傷つける、そして最後が一番難しく一番効果的に傷つけられる。なのに意識せずして傷つけられる。わかるか？わかるわけもないし、知りたくもない。期待を裏切るだ。女ほど夢見がちな生き物はいない。勝手に夢を見、勝手に傷つく。お前のような距離の男が一番女を傷つける。わかるまいな。貴様にはどれほどジェシカを傷つけてきたか全く考えが及んでいまい。家具だから。お前の戯言に付き合う気は毛頭ない。僕を嘲笑うためだけに姿を現したというのか。うぬぼれるな、カグ。貴様ごとく嘲笑うにも足りぬわ。しかしそなたも一人ではそれに値しなくても、二人揃えば十分に足りる。若々しき男女の悲運を笑う喜びは何度繰り返しても飽きぬのでな。なんだと？まさか貴様、お嬢様を。第二の晩の生贄に寄り添う二人が必要なのでな。お前たち二人は実に都合がよい。待て、勘違いするな。僕はお嬢様と、そういう関係じゃない。第二の晩の生贄にはならない。だからお前はジェシカを傷つける。だからお前は人間になれぬ。ならばよいだろう。貴様がジェシカを思い人と認めぬならば、それを受け入れてもよい。だがジェシカは殺す。なぜ？このバカが。決まっておろうが、殺したらそなたが歪めるだろう。その表情が楽しいからの他に何の理由が必要なのか。儀式に従い、わらわは気まぐれに13人を生贄とする。だがそれ以上殺してはならないとの決まりはない。わらわが楽しければ幾人でも殺す。だから殺す。わらわを思いっきり笑わせてみせろよ。かー
グカノお嬢様、カノン君、助けて。あなたに誰の指一本触れさせたりするものか。出てこい、ベアトリーチェ。これで満足か。これで全ては筋書き通りよ。今やそなたは訴状の恋よな。いや、2人が揃ったのだからカモとネギと呼ぶべきか。お前、ベアトリーチェ。お下がりください、お嬢様。僕が守る。姫に騎士が揃わば魔女が現れるのは必然よ。どれ、金蔵の家具がどの程度の力を持つか見せてもらおうではないか。
せてもらおうではないか。金蔵の家具の力を。今度は間違えるな。家具であることを忘れるな。この後に及んで人間のふりを続けるのなら、死ぬのはお前だけでは済まぬぞ。お嬢様、壁に下がっていてください。背中は決して壁から離さないように。姫君はおとなしく騎士殿の背中に隠れているがいい。自らの命を男に守らせる醍醐味でも存分に味わえばよい。さあカノン、お前の刃を見せてみよ。美しい。金蔵は家具を生み出すことに関してだけはわらわの足元に及ぶやもしれぬ。こんなものバラの手入れにも使えない。カノン君、それは見せたくなかった。よくぞ抜いたぞ。思いを寄せる女の前で己が人間以下の存在であることを晒した気分はどんなものよ。黙れ。ふんどで己を焦がしているくせに冷静を装うか。なるほど、真に熱き炎は青く静かだという。今のそなたがそうだというのか。僕の力でお前を殺すことなどできるわけもない。お前は月、石つぶてを投げたとて月を砕くことなどできるわけもない。だがお前は権限するために水面にその姿を映す。水面に石つぶてを投じれば一時月を乱すこともできるかもしれない。しかし月を砕くことなど至らない。だから僕はこの命尽きるまでお前の映る水面を叩き続けてやる。気に入ったぞカノン、始めろ家具ども。ほう、美しい奇跡だ。私は夢を見てるの。来い、魔女のカグメ、元来た地獄へ叩き落としてやる。勘が戻らぬことを言い訳につぶやいてもよいぞ。カノン君、しっかり。
先に帰りて、主の帰りを待つがいい。行け。ハンドメイドには勝てぬか。そこまで見下げたものではないらしい。次はお前だ、ベアトリーチェ。面白い見せ物であったぞ。それに免じ見逃してやろうかと思ったが、今の無礼で気が変わった。嘘をつくな。お前にお嬢様を殺させはしない。たとえそれが無理でも僕より先に殺させはしない。お前にはそれすらできぬわ。喋るな、カグが。無口であれ、カグが。身の程を知れ、カグが。カノン君は、カグ。